絶望ネーム痴漢積分&へっへっへさんからいただきました。絶望した、フランスのおっぱい強盗に絶望した。その手口は ATM でお金を下ろしていると隣に美人のお姉さんがおっぱいを出して立っており、思わず見とれている間に共犯者がお金を下ろして逃げるというものです。神谷さんも気をつけてください。そんな手口が見たい。いやそれ女性には聞かなくね。いや私見ちゃう、いや私見ちゃう、うん、だっておっぱい出してる綺麗なお姉さんが隣にいるんでしょ。そうはーってなりますよね。そうなりますよね。いやこれ女子でもで男女問わずなりますよこれ。だってそんなシチュエーションおかしいもん。おかしいですよね。おっぱいがどうとかの前にびっくりで釘付けですもん、まずきっと。つまりですよ、はい、やっぱり非日常なわけですよ、おっぱいっていうのは。非日常なわけですよ、おっぱいっていうのは。日常におっぱいは溢れていないわけじゃないですか。あ、まあ、男子はそうですよね。まあ、まあ、女性は当たり、まあ、それね、自分のものがありますからし。まあ、まあ、他人のってことになってくると確かに非日常ですよね。非日常じゃないですか。はい、だから、日常の中におっぱいはありえないわけですよ。まあ、そうですね。はい。ちなみにですね、こっから久しぶりに携帯版の方にワープかもしれませんが、実は僕はね、こんな経験をしたことがあるんですよ。ワープ逆ワープですね。今編集点僕はですね、まだ大久保に住んでいた頃なので、もう10年ぐらい前になるんですけど、もしかしたら他の番組で行ったかもしれないんだけど、あの夜中の3時ぐらいにコンビニに行ったのね。はいはいはい。したら白人の女性の方、はい、まあ外国の方ですよね、はい、に声をかけられまして、おお、はい、お兄さん、あの、すいません。なんとかマンションどこですか？で、本当にこういう片言の日本語で話しかけられて、え？なんとかマンション？確かこの通りを、遅い通りを入った先のマンションはそんな名前だった気がするなと思って、ああ、ここ、入ったところだと思いますよ。って言って、その場を立ち去ろうと思ったの。はい。じゃあ、あの、日本語ちょっとよくわからないんです。って言われて、ああ、で、ああ、いや、で、ここを、って言って、その、ジェスチャーで、ジェスチャーでここを行って、っていうふうに、ああ、連れてってもらってもいいですかって言われて、ああ、まあ、いいですよ、と。この、まあ、とりあえず、ちょっとやっぱり怖いから、細い道に入って、あそこですよっていうふうに言おうと思った。はいはいはい。で、細い道に入った時に、ああ、お兄さん、私のこと怖いですか？あ、いや、怖くないですから、行きましょう。って言って。あー、お兄さん、童貞？って言われて。あれ？こいつ今まで日本語わかんねえって言ってたのに、すげえ難しい日本語知ってると思って、そんな童貞ってメジャーな単語なの？メジャーな単語なの？いや、まあいいから、あっちですから、っていう風に言おうと思った瞬間、振り向いたら、お兄さん、おっぱい舐めたくないですか？って言って、道端でおっぱい出してたの。で、うわっと思ったんだけど、ただ、それが、まあ、びっくりすることに、本当に、小さいおっぱいの方で、もう、胸痛みたいな感じだったんですよ。ただ、女性ですよ、やっぱり。まあ、その、豊満な肉体ではなかったわけですよ。で、あ、いや、僕、そういうつもりないんで、って言って、その場で、その女性のことを見限って、その道を引き返したのね。はい。したら、その女性、なんて言ったと思う？何ですか？お兄さん、ホモでしょ！歩き方見ればわかります！ひどくないですか？歩き方見てわかるんだったら最初から声かけなければいいでしょうと思って。確かに。僕はもうその言葉を背中にこう投げかけられた瞬間にちょっとガニ股で歩いたもん。男らしく歩こうと思って。っていうことがありました。ちょっとびっくりしたんですけど。だから怖いなと思って。おっぱい強盗しかにね。その女性が何が目的だったかわかりませんけれども、もう本当に、もう結構僕忘れっぽいんですけど、その出来事は本当に忘れられずにですね。それ忘れられない。それは忘れられないですよ。お兄さん、おっぱい舐めたくないですか？って言われたんだもん。なんで揉むとかじゃなくて舐めるな。今考えるとね。
その後の、お礼さんホモでしょ、歩き方見ればわかりますって言われた時にもう、わーって思ったもんね。何が目的だったんだろうね。気を、そうですね。日常のおっぱいに気をつけろってことですよ。疲れた。はい。そういうことですね。ねえ、だからもう、おっぱい強盗しかりですよ。はい。もう本当に日常にもしおっぱいが出てきたら、これなんかあるって思った方がいいです。そうですね。軽々しく見たいなんて言っちゃダメですね。そうです、そうです。気をつけます。やっぱりおっぱいは特別なものですからね。そうですね。叱るべき時に。叱るべき時に。そうですね。叱るべき状態で見るべきだと思います。そうですね。はい。さあ、一回ですね、我々が何を話したのか、お分かりだった場合は、まあ、じゃあ、携帯版に飛ばされなかったんだな、というふうに思ってください。